毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、ありちゃんです。はい、本日の動画はですね、視聴者さんに聞いた、買ってよかったありちゃん買いコスメ紹介していきたいと思います。ありちゃん買いコスメとはですね、私が今まで SNS を通してみんなにね、これ良かったよ、おすすめだよって紹介したコスメを視聴者の方がね、買ったコスメのことを指します。ありがたいことにね、こういった YouTube とかを通して実際にね、ありちゃん買いをしてくれた視聴者の方っていうのがね、何人かいたので、そういった方にね、アンケートを取って、特にね、意見が多く集まっていた、みんながね、実際に買って良かったと思ったありちゃん買いコスメをね、今日は紹介していきたいと思います。はい。それでは動画スタート。はい、そしたらまず1つ目の商品がこちら、毛穴なでしこの毛穴かくれんぼ下地です。この商品ね、すごい意見来てた。私自身もね、この商品は自分のベスコスに入れたぐらい本当におすすめの商品。この商品は部分用化粧下地で、ファンデーションをつける前に仕込ませることで、毛穴のね、この凹凸とかを自然にカバーしてくれる、そんな商品です。開けてみると中身はこんな感じ。触り心地はシリコンっぽい感じで弾力があります。伸ばしていくとクリアカラーに変わっていきます。今ここあたりに全体的に伸ばしてみました。ちょっとカメラ越しからだと分かりにくいかもしれないんだけど、もうね、この時点でだいぶね、手元の毛穴が埋まってる。まだこの下地を塗っていないね、ここあたりとかは肉眼で見ると毛穴のね、ポツポツがわかるんだけど、今ね、伸ばしたところに関してはすごいフラットになって毛穴がかなり目立ちにくい。で、伸ばした後の質感としては結構ね、これサラサラになります。そしたらじゃあ実際に顔のね、ここあたりの毛穴にも直接塗っていきます。私ね、本当に毛穴がすごいコンプレックスなんだけど、このね、下地に出会ってからだいぶ変わった。使い方としては、私は化粧下地を塗る前だから本当にベースメイクの一番最初にね、仕込ませています。で、こんな感じで直接ね、毛穴表面にさーっと仕込むだけ。もうそれだけなんだけど、もうね、この時点でだいぶ毛穴埋まってる。本当にすごいこれ。はい、今ね、ここあたりに塗ってみましたが、仕上がりはこんな感じ。ちょっと全体的にすごいお肌がフラットになったの伝わりますかね。ちなみにファンデーションを塗った後の仕上がりの比較をしてみるとこんな感じ。こちら側が毛穴なでしこの下地を仕込んでいる方で、こちら側が仕込んでいない方。なんか毛穴のカバーってもちろんね、化粧下地とかファンデーションとかでもね、カバーはできると思うんだけど、でもそれはあくまでも色味によるカバーっていうだけで、毛穴のこういう凹凸とかのカバーってどうしてもね、化粧下地とかファンデーションだけだとカバーしきれない部分あるなってずっと思っていたんだけど、この商品に関しては色味のカバーはもちろんなんだけど、そういった毛穴の凹凸とかもね、だいぶフラットにしてくれるから、私はね、そこが一番好きかも。今よりもよりね、毛穴のカバー力をアップさせたいっていう人はね、ぜひぜひ下地前にね、これを仕込んでみてください。このコスメはありちゃん買いしてよかったって意見すごく多く集まっていました。はい、お次紹介する商品がこちら、ティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスです。この商品はね、私もね、多分入るんじゃないかなって思っていたんだけど、実際アンケート取ってみたら、もうこの意見めちゃくちゃ来てました。もう私自身もね、この下地のことが本当に大好きすぎて、今までね、YouTube とかいろんな SNS でね、たくさんね、紹介してきたと思うんだけど、視聴者さんたちも実際に買ってくれて気に入った方がすごく多かったみたいです。そうで、カラーバリエーションはもう現時点では全3色展開まで増えていて、ナチュラルにカバーしたい人はこのベージュカラーがおすすめで、お肌の赤みが気になる人はこの真ん中のミントカラーがおすすめで、お肌のくすみが気になる人はこのラベンダーカラーがおすすめです。この商品は通称ノーファンデ下地って言われていて、もうまるでね、ファンデーションをつけなくてもこの下地1本でもお肌がね、すごく綺麗に見えるっていうのがコンセプトの商品なんだけど、もうね、本当にその通りだと思う。とにかくこの下地1本でお肌がね、すごく綺麗に見えるっていうところが私もね、一番お気に入りのポイント。ベージュカラーを実際に出してみます。テクスチャーはこの通りすごく緩めで滑らか。密着力はそこまで高いタイプの下地ではなくって、もう本当にスキンケア感覚でスルスルと顔全体に伸び広げることができます。これ1本でしっかりカバーしてくれて満足度がすごい高いのに、使用感に関してはすごくね軽くつけれるっていうね、そこのギャップもすごく好きかも。で、香りはこれ少しだけついています。なんか百貨店の化粧品コーナーでよくありそうな、そんな香りがします。お仕事で大事な撮影がある日とかもこのね下地をベースメイクとして使うこともすごい多い。そのぐらいめちゃくちゃこれお気に入り。はい、今こちら側半分の目につけてみましたが、仕上がりはこんな感じ。まだ化粧下地を塗っていない方と、今化粧下地を塗った方です。まだ下地だけしか塗ってないのにさ、この違いすごくないですか？カバー力はねこの通りすごくしっかりとあって、トーンアップ具合に関してで言うと、今私がつけたベージュカラーで言うとそんなにねすごくトーンアップするっていう感じではない。ほんとナチュラルなトーンアップ。先ほど紹介したミントとかラベンダーの方がねよりトーンアップ具合は高くなるので、トーンアップな仕上がりが好きな方はベージュじゃなくてこのねどちらかのカラーを選ぶのがおすすめです。あとその他にいいなと思ってるポイントとしては、比較的ね相性がいいファンデーションも多いと思う。なんかファンデーションを塗ってちょっとねもろもろしやすいだったりとか、ちょっとね白いカスがポロポロ出てくるとか、そういったことはね比較的起きにくいなとも思うし、あとは持ちに関してで言うと、まあねこの下地すごくね持ちに特化してますっていうタイプではないんだけれども、まあ、だからといってすごくね崩れやすいだったりとか、あとは崩れ方がねこの下地を使うと汚くなるだったりとかね、そういったことを私本当にたくさん愛用してるんだけど、あんまり感じないです。私みたいにベースメイクではカバー力をね一番優先したいって人に特におすすめの下地ではあるんだけれども、本当にねこの商品はぜひぜひいろんな人に使ってみてもらいたいです。すごいおすすめ。はい、そうしたらお次紹介する商品がこちら、エレガンスのラプードルオートニュアンスです。いやー、これもね本当に名品ですよね。1個約1万円ぐらいするユキチパウダーです。この商品に関しては過去にね前職レビュー動画とかも出しているので、よりね詳しく知りたい方はぜひぜひこちらの動画を見ていただきたいんですけど、もうね一番使った1番とかこのぐらいの底見え具合、かなり愛用しました。全6色展開のフェイスパウダーで、もうこの商品の魅力はねほんと一言で表すのはすごく難しいんだけど、すごい簡潔に話すと素肌っぽいね自然な仕上がりは維持しつつ、めちゃくちゃこれ高カバーでもって、時間が経った後ねこのフェイスパウダーでお直しをするだけで、もうまるでね今さっきメイクが完成したかのようなすごい綺麗なベースメイクがね復活する。まあ、他にもねすっごい魅力がたくさんある商品なんだけど、特にねすごいなって感動したポイントはやっぱりそこかも。簡単に全色お見せしていきます。1番がこのエレガンスラプードルオートニュアンスの中では一番人気カラー。ピンク、オレンジ、グリーン、パープルなど鮮やかなカラーが中心となった配色のカラーです。鮮やかな発色なので肌補正効果も高いですし、個人的にはね色に悩んだんだったら1番が一番おすすめ。お次2番、全体的に暖色が中心となって配色されたからぬくもりのある柔らかい肌に仕上げたい方にはこの2番がおすすめ。お次3番、3番のカラーは全体的に黄みベースのカラーが中心となった配色。素肌に自然に馴染む仕上がりが好きな方はこのカラーがおすすめ。お次4番、4番は全体的に明度が高めのカラーを中心となった配色。明るく透明感のある肌に仕上げたい方はこのカラーがおすすめ。お次5番、5番は全体的に落ち着いたカラーが中心となって構成された配色。落ち着いた肌質だったり、実はねこのカラーはツヤタイプのカラーになっているので、ツヤ肌が好きな方にもこのカラーがおすすめ。最後6番、6番は全体的に甘めな可愛らしいパステルカラーで構成された配色。ふんわりとした愛らしい肌質に仕上げたい方は6番のカラーがおすすめです。ちなみに付属のパフはこんな感じ、まあ、結構ね薄めではあるんですけど、ペラペラしてるとかではないです。逆にね薄いからこそすごいねしなやかに変形することができて、細かいところとかにもね塗りやすい要因になってると思う。では6番のカラーを半眼につけてみます。はい、こちら側半分の目につけ終わりましたが、仕上がりはこんな感じ。もうこんなね可愛らしい見た目をしておいて、実はこれめちゃくちゃ実力派。このフェイスパウダー、カラーによってちょっとね仕上がりが変わってくるっていう特徴があります。カバー力もね多少違うし、あとは仕上がりの肌質もツヤタイプのものとセミマットタイプのものがあります。ちなみに今私がつけた6番のカラーはセミマットタイプです。そうなので選ぶ色によって仕上がりのね感じは少し変わってはくるんだけれども、でもね全色ともに全体を通してねすごく仕上がりのね肌の印象を底上げしてくれるような、そんなフェイスパウダーです。肌をね綺麗に見せてくれるフェイスパウダーって結構ねいくつかあると思うんだけど、ラプードルがねやっぱすごいなって思うポイントの一つとしてはね、すごいね仕上がりが自然なんだよね。少し表現がオーバーかもしれないけど、結構ねこのフェイスパウダーはどれだけ重ねてもなんか厚塗り感がね逆に出にくいんだと思う。そうでもってこれねパウダーではあるけれども、比較的ね乾燥もしにくいし、ちゃんとね化粧よれ防止っていう効果もね発揮してくれるしで、もうかなりねこれはオールマイティですね。みんながフェイスパウダーに求めるね大事な要素っていうのをね全部幅広くクリアしてくれてるような、そんなすごい優秀なパウダーだとね本当に思う。まあその分ねお値段はお高いんだけど、でもね私確かここまでね使い切るのにね結構ね持った気がするんだよね。そんなすぐねなくなるタイプのフェイスパウダーではないから、長期的なね目線で見たら案外ねこの商品コスパもいいと思う。実際ね今回アンケートをしてみた結果、アリちゃん買いしてよかったって意見もねすごく集まっていた商品なので、気になった方はねぜひぜひこちらチェックしてみてください。はい、お次の商品はこちら、ルナソルのアイカラーレーションです。このアイシャドウは定期的に限定色が販売されているんですけれども、現時点では全26色展開のアイシャドウになります。私は今のところね全6色持っています。持っているカラーを全部お見せすると、まずは7番ダージリンキャメル、11番サジェージローズ、12番ブリージーハーブ、15番フローレスクラリティ、19番マホガニー、20番ヴィーナスグローです。で今ねカラーをお見せして気づいた方もいるかもしれないんですけど、このねルナソルのアイカラーレーションの特徴は、奇抜ってほどでは全然なくて、どのカラーもね日常使いできるようなカラーではあるんだけど、他ブランドにはないような新しいねカラーの組み合わせをね提案してくれるような、そんなアイシャドウブランドなんです。ちょっとスクショでここにね全色の一覧を貼っておくんですけど、どうですかね、全体的にさなんか結構カラーの組み合わせ新しいもの多くないですか？なんだけど奇抜とも思わないよね。もう私はそこがすごく大好きで、アイカラーレーションのね新色が出るたびに今度はねどんな色の組み合わせなんだろうってねすごくワクワクさせてくれるような、そんな商品です。でちなみにねみんなの意見をより詳しく見てみると、この19番のマホガニーっていうねカラーが一番意見多く来ていたかも。私もねこのマホガニーは自分のベスコス去年かなぐらいに入れました。マホガニーの装置はこんな感じ。マホガニーは全色ともにかなりね暖色によった配色になっています。ピンクっぽさもありつつオレンジっぽさもあるような、ほんとオレンジとピンクのね中間のような、そんなカラーだと思う。はい、仕上がりはこんな感じ。アイカラーレーションは色によって発色のね出方っていうのは変わってはくるんですけど、でもとはいえ一番ね高発色のカラーをつけたとしてもきつい仕上がりにはねこれだいぶなりにくいアイシャドウだと思う。高発色の色味もそうだし、こういったね深い色味、こういった深い色味とかってさやっぱ締め色として使うことが多いと思うんだけど、やっぱり締めることによってちょっとね目元の印象ってきつくなりがちじゃないですか。なんだけどアイカラーレーションの締め色に関してはねすごい不安っと発色してくれるから、ちゃんと締まりはするんだけれども、そんなにねきつい印象にならないっていうのがねすごいポイントだと思う。アイカラレーションも本当におすすめ。はい、そしたらお次の商品なんですけど、ちょっとねこの商品は正直入れるか悩んだんだけど、ちょっと入れさせてもらいます。お次の商品がこちら、フィメールのパーフェクトカールロックベースとパーフェクトロング&カールマスカラ犬です。アリちゃんがいコスメを紹介するっていう企画で自分のね商品を入れるってどうなんだろうって、まあ、少しは思ったんですけど、ちょっとねせっかくなんで紹介させてください。この水色の方がマスカラ下地で、このピンクの方がマスカラになります。通称嘘つき下地と嘘つきマスカラ、両方ともコンセプトはしっかり目力を上がるんだけれども、まるでね自抹のようなそんなナチュラルな仕上がりを目指したマスカラシリーズになります。マスカラ下地の方はストレートタイプのブラシで、液自体はクリアタイプ。実際まつげにつけても白くなりにくい処方を目指して作りました。でお次はマスカラ。マスカラに関しては通常色ではブラックとブラウンの2色展開です。特徴としてはブラックブラウンともに透け感のあるマスカラ液を採用しているということ、あとはファイバーも入っているので、マスカラを塗るだけでしっかりまつげ自体を長くする効果も期待できます。マスカラ下地は挟まずにこのマスカラ単体で使ってもしっかりねカールはキープされるような処方では作ってはあるんですけど、もう今日は絶対にカールをね維持させたいっていうね気合を入れる日だったりとか、あとは雨の日だったりとか、あとはサウナとか温泉に入るみたいな特別ね湿気が多い場所に行く時は、このねマスカラ下地を同時に使うことを個人的には推奨しています。そしたらじゃあまずはマスカラ下地からつけてみます。使い方としては、まず最初はマスカラ下地を塗る前にビューラーでしっかりまつげ自体を上げてください。そうしたらマスカラ下地を塗っていきます。ちなみにこのマスカラ下地を塗る時のポイントは少量で OK です。逆にねつきすぎちゃったりするとちょっとね白くなっちゃったりとか、あとはね液の重さでカールキープ力が弱まってしまうので、このぐらいねさっとつけるだけで効果バッチリ出ます。少量で仕上げるとこの通り全く白くならない仕上がり。そしたらその上からマスカラを重ねていきます。ちなみになんかマスカラ下地ってどのぐらい乾いてからマスカラ塗ればいいんですかってたまに聞かれるんですけど、私はマスカラ下地はそんな乾ききる前にマスカラを塗った方が綺麗に仕上がるって思うタイプ。ちなみにこの嘘つきマスカラ自体ダマになりにくさをねめちゃくちゃこだわって作ったので、ぜひねこのダマのなりにくさは試してみてほしい。はい、塗り終わりました。仕上がりはこんな感じ。仕上がりに違いはないんですけど、一応ねこちら側は嘘つき下地を仕込んでいて、こちら側はマスカラ単体で仕上げてみました。はい、こんな感じでしっかりとね目力を上げつつもそんなにね重たいような仕上がりにはならない、そんなマスカラです。ちなみに嘘つきシリーズ去年ねアットコスメとリップスと WWD のねベスコスを取ることができました。本当にみんなありがとう。まだ試したことがない方はぜひぜひこちらも試してみてください。はい、そしたらいよいよ最後に紹介する商品がこちら、フジコのデコシャドウです。確かに私これも SNS でだいぶ紹介した気がする。この商品は髪の毛の生え際につけるタイプのシェーディング。ここにシェーディングをつけることによってよりね小顔に見せる効果が期待できます。ここを開けるとまず蓋部分に鏡がついていて、ここにシェーディングパウダー、そしてそこの部分に付属のパフがついています。でちなみにこのシェーディングを出してみるとこんな感じでだいぶね濃く発色されます。この濃い発色をこういったねフェイスラインとかノーズラインにねつけてしまうとさすがに浮いてしまうので、だからこそねこういった生え際専用のシェーディングになっています。ちなみにカラー展開はね現時点では1色展開しかないので、金髪のね方とかがこれを使うとなると多分浮いちゃうと思う。はい、そしたら実際ねここあたりを埋めていきたいと思います。まずはつける前はこんな感じ、付属のパフにシェーディングを取って、そしたらもうここをポンポンするだけ。簡単ですよね。はい、仕上がりはこんな感じ。どうでしょう、こうやってまじまじ見たら浮いてんのかな。いやでもさ、やっぱパッと見はあんま違和感ないよね。すごい馴染んでると思う。少し離れてみたらよりね自然な感じがするし、実際こうやって前髪とかも下ろしちゃうと、やっぱりより馴染みますね。このデコシャドウを紹介するとね、よく汗をかいてしまったら黒い汗がね流れてくるんですかって聞かれることあるんですけど、私はね今までこのデコシャドウを使っていて黒い汗をねかいたことは一度もありません。そうだからね、さすがにたとえね汗をかいたとしても、もしかしたらめちゃくちゃ汗をかいたらわかんないけど、平均的なね汗のかき方とかだったらそんなね黒い汗がスーッとね垂れてくるっていうことはないとは思ってる。なんだけど汗をかいたりするとこのね色味自体は薄くなってしまうので、持ちっていう観点がちょっとね悪くなってしまうんだとは思う。これもねすごい手軽に使える優秀アイテムだと思うので、髪色がね合う方はぜひぜひこちらも試してみてください。はい、以上で視聴者さんに聞いた買ってよかったありちゃん買いコスメ紹介終了になります。いかがだったでしょうか？これからもね YouTube を通していろんなコスメを紹介していくので、これからもね買ってよかったなと思ったありちゃん買いコスメがあったら引き続き皆さん教えてください。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけたらすごく嬉しいです。はい、それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。